竹久保は今シーズン、マジで調子がいかれてる。今のところ2、3、2、4シーズンのラリーガの、MVP の一人だ。ラリーガ最高のウィンガー。2023年9月17日、久保建英は、ラリーガ最高の選手となった。久保は、ワンクラブの視聴者から、レアルマドリー対レアルソシエダの MVP に選ばれた。彼は今、ラリーガで最も調子の良い選手、3人の中に入っているのだろうか。久保建英は素晴らしい動きで、2点目を決めそうになった。久保が前半ずっとボコってたな。誰か久保に辞めるように言ってくれ。彼はサンティアゴ・ベルナベウで、やりたい放題やっている。決して止まらない。彼のボールコントロールは、純粋にトップレベルだ。ドリブルでマドリーのディフェンダーを、破壊してるな。久保がレアルマドリーを支配している。なぜなら彼はラマシアの出身だからね。この子は残虐だ。マドリーが見逃したこと、それがムカつく。彼はマドリーに拒否された。今、マドリーは久保に拒否された。なんて素晴らしい選手なんだ、竹久保、素晴らしいよ。バルサが彼と再契約したら？早急に買い戻し、条項を発動させる必要がある。この男は我々を苦しめたからね。マドリーは彼を買い戻すべきだ。バルサが彼を戻すべきなんだ。彼はラマシア出身なんだぜ。久保、初めて彼のプレイを見た日から大好きだ。良い監督のいる、より大きなクラブに行くべきなんだ。日本のメッシ。こんなことを言うなんて信じられない。でも、久保はまるで前世紀のメッシのようだ。彼らはあの男を止められない。今シーズンのレアルソシエダの竹久保。ラマシアの伝統。この子、竹久保が彼の故郷の、カタルーニャに戻る時が来たね。サラーの代わりを見つけたぞ。もサラーの代役として最適だ。サラーが退団した場合、早くて、左足でのフィニッシュが得意だ。クソ、マジで特別な選手だ。俺らは今すぐ右ウィングが必要って聞いたんだが、竹久保がその候補かもな。竹久保の、トニクロースへの不快な股抜き。最近の日本人は、ドイツ人を簡単にほふる。この時点で、クロースは引退を考えるべきだね。そしてエースキリストは天国から降りてきて、久保建英になった。